はい、おかわり。はい、この近づき方をしてもシャアは言わなくなりましたよ。カリン、おはよう。外出られるよ。どうする？まだ眠い？そう、開けとくよ。じゃあカオリの尻尾ふかふかだね。なんか尻尾だけ太いって面白いね。カリン、ジャン君の背中は哀愁があるね。ジャン君、何を考えているんでしょう。そしてポンちゃんは立派な椅子の上で女帝だね。ポンちゃん、そしてどこにいるんだ。あ、いた、いた。そんな影に隠れて、アンズちゃん、なんでそんな物陰が好きなの？アンズちゃん、表に出ておいでよ、撫でるから。たくさんなでなでして譲渡会に行こうよ。すっかりカオリンがアンズちゃんのパターンを取っていますが、アンズちゃんはこのタイミングで隠れてしまいました。はい、母ちゃんご飯です。はい、イカだね。はい、イカ、イカね。まさかカオリンの方が愛されてるとかっていうことじゃないだろうね。なんかちょっとそれ、アンズちゃん、ちょっと焼き餅焼いてるのかもちょっと知れない気もします、そして相変わらずポンちゃんとジャン君。アンズちゃん、なんかカオリンが出てくる前とか入った後とかは、夜とかも甘えて、なんかスリスリしに来たり、なでなでしてねってするんだけど、カオリンが出てるとだんだんちょっとずつ甘えなくなってきてるかもしれない。なんで？アンズちゃん、アンズちゃんをたくさんなでなきゃいけないのに、次の譲渡会に向けて。なんだか可愛い感じですよ、カオリン。カオちゃん。そして、こっちも何でしょう。ちょっと外から見えないんですけど、この足。どうなってんの？アズちゃん。もう危ない。アズちゃん、生きてる？なんかずっとそうなんですけど。アズちゃん、アズちゃん、明るくなったかにゃ、明るくなったかな、わかりません。見えてるのかな。あ、動いた、動いた。生きてたねんか、アズちゃん。母ちゃん、母ちゃんも明るくした方がいい。母ちゃん、かおりん、こっち見てよ。はい、母ちゃん、かおちゃん、かわいいけど、目に取りてうん、後で取りましょう。そうだね、はい、ジャン君もかわいいよ。大きいけどね。大きいっけ。ジャン君、大きいんだっけ。あ、そんなことないよ、ジャン君かわいい。ジャン君、ちょうどいいぐらいだよ。うん、ねえ、ジャン君、はい。はい、カオリンが割と近くで歩き回っています。はいよ。それで触るとおとなしくなります。それはいいんですけど、はい、20日に大腸のポリープを取りました。そして今日は23日、丸24日、あ、24日か、4日目ですね。
3日経った4日目は、ペースト状というかこうなんていうのかなこれの、すごくペーストから少しドロッとしたものでも OK ということになり、これが夕飯です。早く明後日ですね、うどんが食べられるそうなので、もうあの早く明後日になってほしいというところですね。今ね、温泉卵も持っています。おお、温泉卵はいいね。そして、実はですね、今日、別の血圧の方の、病院でピロリ菌が出ちゃいましたねということで、別のまた3つ目の病院ですに、向かってですね、今日は行ってきました。そして、いわゆる、胃カメラですね、胃カメラをやることになってしまいました。とさ、うどん早く食いてー。はい、うどんのように白い香りでした。それでは、はい、ジャン君に寄り添うカオリンです。みんなこれやるねジャン君はいつもうんってなってるね。そうか、今がチャンスか。はい、ご飯ご飯。はい、行くよ。はい、あ、主婦来たね。あ、お利口さん。よしよし。よしよしよし。止める。はい、かおちゃんお利口さんでした。さ、そして、かおりんが、あんずちゃんのように甘えているおかげで、ずっとあそこに拗ねているかおりん、あ、かおりん、あんずちゃん。あんずちゃんもご飯食べようか。あんずちゃん、おいで。あんずちゃん、あんずちゃん、まあ、おいよ、まあまあ、飽きましたよ。あんずちゃん、おいで。はい、ご飯ご飯。あんずちゃん、はい、ご飯だよ。おいでおいで、あんずちゃん、おいで。ご飯だよ、はい、あんずちゃん、おいで。ねえちゃん、な、なに、なにって、こっち見たり、こっち見たりしています。あんずちゃん、あんずちゃん、どうぞ。どうしたの、あんずちゃん。まあ、足元にシュリシュリしに来ないの。スラロームしようよ、アンズちゃん。アンズ、アンズちゃん、ほら、こいで。アンズちゃん、アンズちゃん、アンズさん、どうぞ。アンズ、おにゃいの、アンズちゃん。アンズ、アンズちゃん、おいで。アンズ、何もしないよ。もうほら、今日出かけする時間じゃないでしょ。見て。はい。もうおしまいだよ。今日おねんねしてね。ちょっとあんずちゃんをもう一回生まれるようにしていかないと。うん。どうしたらいいかな。夜中に甘えてきたらいいから甘えさせとくよ。うん、でも黒岩にはもうほとんど近づかないので。夜中起きてくる、ええ、どっかで、どっかでかんちゃんを捕まないとね。いな